ツンドラ狼は大陸狼の亜種の一つ。フィンランドからカムチャツカ半島までのユーラシア大陸のツンドラ地域に生息している。ロバートカーが1792年に出版したザ・アニマル・キングダムの中で初めてエニセーガー付近に生息する上質の毛皮を持ったツンドラ狼のことが言及された。体格は大陸狼の亜種の中でも大きく、オスは 体長118から1 3 7センチメートルメスは体長112から1 3 6センチメートルになる。ヨーロッパ狼よりも大きいと言われることもあるが、ツンドラ狼よりも体重の重いヨーロッパ狼の個体も報告されている。ツンドラ狼の体重は、オスで40から 49kg、メスで36.6から 41kg。 1951年から1961年にかけてタイミル半島とかニン半島で取られた500頭のツンドラ狼の中で最も重かったのはタイミル半島のドゥディクタ側の北で殺された5 2ラムの個体であった毛皮は長く目が詰まっていて柔らかく一般に軽く灰色である下毛はリードグレーで上毛は赤みがかったグレーであるツンドラ狼は 過酷や、やぶ、森林海根地を住処とする。陶器にはもっぱら野生、家畜問わず、トナカイのメスや子供を狩る。稀に、ノウサギや北極ギツネなどを捕らえることもある。1950年代に、ネ,ネツ民族管区で捕らえられた74頭のツンドラ狼の腹の内容物を調べたところ、93.1%がトナカイであった。夏には、広い範囲で鳥や、 小さな月種類、生まれたばかりのトナカイの子供などを狩る。ありがとうございます。